おはようです。3月28日土曜日です。昨日は雨でしたね。テニスができなくて辛かったですね。でもね、散髪と、ほら、散髪、スカッとしましたよ。散髪もビビってね、コロナが怖くて。歯医者も怖くて、3ヶ月行ってなかった。えらいことになってて言われて。ちゃんと、綺麗に直して持ってきました。やっぱり、でも空いてましたね。散髪はもうビビったからお風呂の中にある散髪行ってお風呂と一緒に散髪とお風呂セットでうぐいすから、いやうぐいすええー、わスカッとしたわ。1200円、ひげ剃らんでええもんな、お風呂で、お風呂の散髪は安いわ。感謝感謝感謝。もう動画配信にね、だんだん自信をついて、ね、もう鴨頭さんに言う話でもね、だいたい100個ぐらい動画配信を出すと、自分がだいたいできてないなって分かってきて、200ぐらい出すと、その、どういうかな、工夫っていうかな、まあ工夫っていう分析ですね、鴨頭さんとか、ダン高橋さんとか、ローチューバーの、まあ、配信の仕方とか言い方とか、ものの言い方とか、そのタイミングの取り方とか、字幕の作り方とか勉強になりますね。まあ、僕ら精神的に弱った時は一番鴨屋の話聞いてたら元気出るから、何回も鴨川さんにお話聞きます。それから、ちょっと不安な時はローチューバーの温かい話で、英会話、英会話というかもう世界の情報を知りたかったら、ダン高橋先生、もうこの3人やれば十分と僕は思ってますけど、まだいろいろで私の気に入った、YouTuber がおられたら、ぜひチャンネル登録させてもらいます。本当に YouTube のおかげで人生観変わりましたね。本当にもう本当にね、 YouTube すごい。もう学校というより選択する、要するに何を自分がどういうふうにどう勉強したいか、その夢のような世界にどう見つけていくか、もう星のように空に散らばっているいろんな自分の目標の中に一つ自分が行かなきゃ星があるんですね。その星を見つけるのが YouTube ですね。その星に向かってずっとコンテンツを集めていくと、それはまあチャンネル登録で自動的に出てきますので、もうチャンネル登録はありがたいですね。だから私の星に来られる方は私とチャンネル登録ですっごい幸せなんていうか、すごい何ていうかな、いい世界が巡り合わせるんでしょうね。いいですね、本当にいいですね。ではまたいつものように朝のモーニングキッチンスタジアム朝ミーティング、食べながらしゃべるなといつもからに怒られて、でもこれは食べながらしゃべる、免疫力、病気にならない生き方、新谷ひろみさんの本から作り出した粘りは三兄弟、いただきます。おいしい、おいしい。ゴーヤも入って、メカブ納豆、山芋、ゴーヤ、リンゴに人参、大根まで入れてやる。ああ、ゴーヤの苦味とリンゴの甘みと大根の辛さが複雑。おいしいな。元気もらえるわ。やっぱ元気っていうのが抵抗力でしょうね。元気っていうのは免疫力でしょう。やっぱりしんどかったり弱かってたらね、お酒やタバコちょっと控えと思って元気になるでしょう。日本人みんな、これが私の大好きな大好きな大好きな
ヨーグルトいちご、おいしい、おいしいな。この元気でコロナウイルスを乗り切ろう。私は大好きなスキレットだ。またもや天下で釣った石破ちゃん、これはネゴロさんがいただいた獅子肉ですね。獅子肉いただきます。おいしい、これはほんまにおいしい。昨日の下陸の牛肉もおいしかったけど、これはおいしいわ、たまらん。甘い、脂身が、もう一丁、もう一丁、もう一丁、獅子肉、獅子肉です、獅子肉。どんぐりとか自然のもの食べた獅子肉ですよ。おいしい、ヨーグルトだから。おいしいやん。獅子肉の味噌スープ、これも美味しいよ。美味しい。ちょっと変なとこ入った。トマト、このトマトも美味しい。大丈夫です。おいしい、まくおいしい。もうトマト薬ですよ。トマトいいな。このトマト特においしいわ。最後に獅子肉、おいしいやん。もうこのすっきりと南部中です、最高。うまいわ。なんでこんなおいしいやん。幸せやん。ネゴロさん、クワさんもドーン、2004億歩ドーン、日本行きますぜ、負けてもええんで、コロナの髪を行きますぜ、頑張ります。ではまた明日日曜日よろしく。